まして、今大変というところなんです。でも本当にここはやっぱり病院関係の仕事だったので、すごい皆さんと気持ちは一緒でした。それでは気を続かない、ちょっと落ち着いて、ありがとうありがとうございます。もう泣く前に歌っちゃいたいと思います。そうですね、私が癌になってから本当に早期発見だったおかげで、治療も軽く済んだし、そして、そうですね、副作用は多少あったんですけど、周りの人たちと比べればすごく軽かったと自分は思っています。でもやっぱり毎日起きるのはとっても嬉しかったです。で、大好きな言葉になった言葉が、毎日が誕生日という言葉なんですね。毎日起きて今日も元気に起きれた、すごい感謝だって、ハッピーバースデー、トゥーミーって歌ったぐらいなんですね。で、この感謝の気持ちと、私にとって毎日が良き日という気持ちを合わさった作った歌があります。この良き日という歌なんですけど、それがお歌になって、だけど今の自分も大好き、そして
お願いいたします。本当に今日皆さんありがとうございます。また明日の12時までよろしくお願いします。